始まってますか。あれれれ、始まってますか。どうもこんばんは、橋爪ももです。知ってる人は知ってるんですけれども、ギターに名前がついておりまして、白井さんと申します。本当でしたらね、これ始まった瞬間に曲弾くんですけれども、いつも喋らせていただいております。今日は早口ですが、聞こえてるでしょうか。どうでしょうか。一曲目やらせていただきたいと思います。江戸時代に戻りまして、百合の花言葉は純粋だ無垢だなんて言うんですけども、そんな純粋で無垢な女の子が身売りに出されてしまうお話でございます。公然の秘密。Yeah.
い感じじゃないですか。いやどうもどうもやってまいりました、火曜日のクラブパレヘジア。映っている今週も始まりましたクラブパレヘジア。この番組は多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしていこうという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。もう今週で最後の MC なんですけども、最後の最後まで台本ガチ読みでございますでゲストの紹介を早速したいと思います。今日すごいもうみんなギターなんですけども、超絶みんなうまいです。じゃあ奥から、シンガーソングライターの、後藤冬樹さんです。こんにちは、後藤冬樹です。こんばんは。そしてそしてその隣、お二方で今日来てるんですけども、大沢亮太君はこちらの帽子をかぶってる方で、今日はそのバンドメンバーの、松山文弘さんお呼びしました。で、フミロックっていう名前で言ってほしいらしいんです。うわ、申し訳ない、これ ね、いや聞いてないよ。じゃあ改めましてフミロックさん、ロックンロックシンガーソングライターの大沢亮太君です。はい、はじめまして、よろしくお願いします。では今私の方から一応自己紹介したんですけれども、皆さん個別で自分での口で言ってほしいので、ちょっとじゃあ順番通り後藤さんから、はい、シンガーソングライターの後藤冬樹です。初めましての方がね、多分多いんじゃないでしょうかね。シンガーソングライターと言いつつですね、割と映画の音楽を作ったり、ドラマの音楽を作ったりとか、楽曲提供したりとか、割と作家活動の方がメインになっておりますが、それと同じぐらいメインなのがインストラクターというね、はい、ジムのインストラクターをやっております。いや、会った瞬間にシャツの下に隠してるマッチョが気になって仕方なかったんですよ。俺も思った絶対なんだこの状態みたいな。あんまり今日ボディライン見えない感じの服にしたんですけど、いやちょっと脱ぐと大変なことになってます。いや胸筋がだって半分ぐらいのところに。そうですね、そんな後藤さんと並ぶとさらに分かる。やばいよ、こんなもう内股でこっち座ってるのすごいそんな後藤さん、やばいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあちょっと3人移って大沢亮太君と。はい、普段はバンドで、ライブをしています。大沢亮太と言います。でバンドの時は大沢亮太アンドナメトリアスって最近改名したんですけど、ちょっとおしゃれかな な名前に改名して今日来てる僕のサポートメンバーのフミロック君もいます。今日はよろしくお願いします。お願いします。ちなみに、ナメトリアス、なんでなんですか？急に決めたっていうのは、なんか、ひらめきがあったんですよね。やっぱり、弾き語りもやるんですね。今日は弾き語りなんですけれど、はい、その時に、区別がつかないという、あれもあって。ナメトリアスの由来が聞きたくって、気になりますよね。そうね、確かに。そう。くったらね、ほんとくったらね、なんか話しちゃう。いや、そんなもんで決まるよ。そんなもんで決まるよ。方からね、お名前頂戴して。もらったんですね。あれですね。偉大なミュージシャンのその名前から頂戴してます。はい、そんなの初めて聞いた。ちょっとここね、誤差があるよ。情報の誤差があるよ。お酒飲んでる時に、なんかその名前出た時だから、その名前が出した人も、飲んでて、あれそんな感じだったかもしれないみたいな話をしてて、もう全部曖昧なままに確定したものなんですね。わかりました。じゃあ理由があまりないということで早速自己紹介楽団皆さん1曲ずつ歌ってもらいたいと思います。じゃあ一番ちょっと近いので後藤さん。あ、じゃあ僕歌いましょうかね。いってらっしゃいませ。でこのセッティングをしている間にちょっとなんか番組のテーマなんかを紹介したいと思います。で今週のテーマなんですけど、卒業ソングといえばみたいですね。で3月がやっぱり卒業の季節で、この時期全国各地の学校で卒業式が行われています。今年度卒業を迎えられた皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。でそこで今回の番組のテーマは、で卒業ソングといえばなんか自分が歌った時とか、あるいは卒業ソングって聞いて浮かぶものなどありますかということで、どうですか卒業ソング。完全に今真っ先に瞬間的に尾崎豊が、尾崎豊がなんとあれか、学校で歌ったパターンじゃなくて単純に、なんか今もう本当に反射的に尾崎が校舎の窓ガラスを割ってたわけじゃないんだ。割ってたわけではないですね。そうだねすごい非行少年だね。そしたらやばいね。やばいね。全然かっこよくないよいや、なんかこれ学校で歌った歌とか言っちゃうと年代でわかるのかな。何歌った？仰げば尊しとか歌ったけど歌ってない。あ、そう、なんだっけ、タイトルど忘れちゃった。なんだっけ、あの曲、旅立ちの日にありがとうございます。今スタッフさんが言ってくれました、旅立ちの日に。
なんかあれですよね、卒業ソングってまあやっぱみんな歌うから、ツイッターとかで歌詞始めをポロって書くとみんなそのままリプライでババババババって歌ってくれますよね。うんうん、そんなことない？前にあったんですよ。お、ちょっと、できましたか。準備ができたようなので、後藤さん、よろしくお願いします。マッチョ系シンガーソングライター。すごいですね。新しいキャッチフレーズが生まれた。では、メッセンジャー。オレンジ色の空、僕は風を切って自転車こいでた。君が置いていった小さなぬくもりを手のひらで包み込んで胸の奥閉じ込めた。忘れてゆくこと、忘れてしまうこといっぱいあるけれど、何よりもきっと大事なものは今僕を走らせるこの気持ち。これから君を迎えに行くよ、だからそこで待ってて。かけがえのない思いを君に届けに行くから。振り返るとすぐに前を向いててよと心配してくれてた。声はもう聞こえない。流れてく景色、流れてきた時間、混ざってゆく記憶。何よりもきっと大事なものを僕はどこかに落としてきたんだ。これから君を迎えに行くよ、だからそこで待ってて。かけがえのない思いを君に届けに行くから、見せるよ。マッチョ、すげえ、そういうノリでいいのか今日。
いいじゃないでしょうか。いやいいね、筋肉に染みたね今繊維に。やめろよ、あの筋肉奏法ですね本人乗っちゃったよマジか、筋肉奏法で。なるほどね、マジかよ、こんな感じでいいんですね今日これ、これ珍しいですよ、僕ピックでしかほとんど弾かないんですけど、そうですね、割と指が多いし、ね、叩くのが多いですね。叩くの、ギターは引っ叩くものだっていう。マジですか、打楽器、打楽器、そう、僕引っ叩くの憧れてるんですけど、いまだになんかよくわかんないんですけど、ギターはやっぱりあのいいところは、アコギは特に叩くとすごいちゃんと音が出るじゃないですか。それが僕の中で結構、リズムをしっかり作れるんで、うん、あ、じゃああっち行った方がいい。リハの時もそうだったんですけど、このフミロック氏と後藤さんがもう多分ギター大好きなんですよね。ギター大好きですね。ギター談義が始まると止められないんですよ。同じギブソンのギターを使ってギターもギブソンで同じで、ちょっとギブソントークなんかもそうですね年代で語り始めて、わ自分2003年のっすはもう全然頭が上がりませんわって言い出したんですけど、なんだこの人って思いながら聞いたんですけどそうですね仲良くなってくれそうで、すごく嬉しいです、はい、あところでところで、はい、お疲れ様でございます。ちょっと先ほどのお二人にも話したんですけども、今日の番組のテーマが卒業ソングといえばということで、はい、あの歌った時の思い出でもいいですし、うん、なんか卒業ソングって聞いて浮かぶものでも、うん、あ、ね、卒業ソング。スピードですかね。スピード、はい、スピードのどれですか。なんかありましたよね。マイグラジュエーション。あれをね、僕ね、あの自分のワンマンライブの時 の、はい、あの企画だったんですけど、ちょっと CD にあのアレンジして、録音してプレゼントするっていうちょっと企画があったなんで僕一人で4人分の歌声をちょっとあ、そんなことしたんですか頑張りましたね、やたら結構頑張ったんですね。超絶あの、ギターテクで弾いたのかと思って歌の方でも頑張ってしまった。そうです、歌もしっかり重ねて、そこまでいったらじゃあ踊りも。踊りはね、ちょっとね DVD にしてほしかったですあまりそうですね、やばいですね。そうですね、もうサポンサービスというか、サービス精神旺盛ですね。そう、あの割とふざけてるんですね全体的にふざけているんで。いや、そんなことないですよ。あ、いやでも、チャーハンの歌のくだりをさっき聞いたので。そうですね、あのこちらのライブした時にチャーハンの歌を作ったっていうのが。そうです、あの大ボケだったんですね。まああの、チャイニーズレストランって聞いてたんでいや、僕のイメージは本当チャーハンとか作ってる横で歌うのかなと思ってちょっと負けるわけにはいかない厨房です。そうそうそう、ギブソン油切っちゃいますよ。そうですねギトギトの状態で本当ですよ記憶じゃないですか。ではでは準備ができたようなので、フミロックさんと大沢亮太くんで一曲どうぞ。そうか、準備できてるのか。できない。できない。じゃないの。違う。今日大沢亮太くんの名義で手伝いで来てるんで、フミロック＆大沢亮太くん。承知した。承知した。僕名義で大丈夫。ちなみにあのこの二人は大沢亮太のナメトリアスみたいな。ああ、わかりました。ナメトリアス。忘れそう。ナメトリアス初めて聞きましたもんだって。やりますか。やりますか。大沢さん。何でしょうか。何の曲だっけ。何の曲やるんですか。まずは何てタイトルの曲やるんですか。僕は北海道苫小牧出身で、おそこの町の、まあ、よくある名前の三光町というところでの思い出の歌を歌います。それでは聴いてください。三光町の頃。
ない僕は間違っているかな。そこはすいませんが、ちょっとね、マッチョさんって。そうです、今日放送2時間ありますからね、このままマッチョさんって呼ばれてると、そう覚えられる可能性ありますからね。本人がマッチョさんって言わなかったからびっくりしちゃった。いいんだ、みたいな。お帰りなさいませ、お疲れ様です。いやいやいや、この後ですね、番組企画コーナー行きたいんですけども、ちょっとプレゼントのお知らせをしたいので、しばし私に喋らせていただけますか。はい、番組プレゼントの紹介です。今週のプレゼントは、先日、ロトレトロちゃんが、ワンマンライブを行ったんですね。3月21日に。そちらで、ポストカード型、ロート暦というカレンダーとワンマン当日限定の、お、本当ですか？本当だ本当だ。それと当日限定のにやける詰め合わせっていう CD、 いずれもあのサイン入りで寄付してくださってます。わお、すごい、太っ腹、かわいい。すごいね。これ違うの。あ、ちょっと待って、あとで。お買い上げ。はい。これプレゼントに今日つきますはちょっとお得な気がする。すごいすごい。であと宴さんのいつものインチキマンションですね、こちらの CD と、はい、でこれ見慣れたクラブパレージュのステッカーとこれですね、とですね、松田春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、こちら2枚つきます。さと皆さんこうやって今日フリップ持ってるんですけど、そちらに書いたものにサインを入れてプレゼントと集合写真にサインを入れてプレゼントさせていただきたいと思います。こちらの応募なんですけども、ツイッターと連動してコメントしてください。あの後ほどハッシュタグが出されると思うんですけども、それをリツイートするか、それにコメントをつけて、ツイートしてもらえれば、抽選に当たりますので、お一人様、うん、はい、お一人様当たります。そうなんです。でちょっとそちらの当たった方はね、相互フォローをパルヘジアさんとしていただいて、あのダイレクトメールでちょっと住所などを交換してくださいということで、はい、終わりました。はい、で番組企画コーナー行きたいと思います。ゲストトークです。今日はお二人とも、2組とも初めてということで、がっつり質問していきたいと思います。トークテーマ、今の活動を始めたきっかけなんか聞いていきたいと思います。ちょっとさっきからマッチョさんばっかりで、あの先にお話しに行きたいと思います。言っていいんだよ、失礼だよお前って。初対面なのに失礼だろって。全然大丈夫。はい、始めるきっかけ、もともとバンドギタリスト、そうギタリストで東京でバンドを組んでやっていたんですけれど、うん、あんまり長続きしなくて、そう、うん、バンドメンバーと、そうだしで、あの僕ギタリストで、あ、長いですね。違うの、あの違うんです。あの大沢くんをよく知ってるから、大沢くんの喋る癖があってですね、あのその
なんとかでみたいな、あの全体に不等点が入るんですよ。だからそれを聞くたびに笑っちゃうの。こんな感じで喋り方が、あ、すごい分かりやすい。詰まってるから。身内ではこの喋り方を真似してるんですよ。知らないところですげえモノマネしてる。あ、そうなんだ。申し訳ないです。ちょっと身内で真似しとけ。知らないところで。ちなみにそのバンド活動されてギタリストっていうのは、その時ギタリストとして専門だったんですか？歌、その時ももうボーカルだったんですか？ギターボーカルです。そう、本当ギタリストだけです。歌ってなかったんですね。あ、ごめんなさい。あの、だけど曲は全部作ってたんです。あ、なるほどなるほど。で、曲作る時ってやっぱり歌って渡すんですよ。こういう曲ですって。あれお前歌えばってなりましたよね。あ、流れになって。ありがちな流れです。はい、なんかご自身自体はこう、なんていうの、俺歌いてって気持ちは元からあったんですか？あ、全然なかったです。なかったんだ。全然頭になかったです。で、そのうちバンドがうまくいかなくなり、解散をし、笑いながら言わないことになる。大人です。活動なんて、諦めになっちまえばいい。申し訳ない。申し訳ない。ちょっと今日最後だから知り合い。バンドやりたい。私もバンドやりたいです、とっても。はい。あ、でも。あ、でも今できてない。そうなんです。ふわっ、半笑い返しされた。そうなんです。まあ、でもバンドをもう一回組むっていうのがなかなか大変でってことですか？それで一回、じゃあ一人でやってみようかなってやってたら、今こう、ずっと続いてます。お、素晴らしい。フットワーク軽いですもんね、やっぱり一人だと。あ、で、今はフミロックと一緒に組んでますよね。じゃあ念願のバンドが組めたということで、素晴らしい。うん、そうですね。じゃあマッチョに行きたいと思います。お、はい、はい、今の活動を始めたきっかけ、もう結構でも長いですね。最初ね、本当にね、趣味だったんですよね。で、やってたら周りにすげえ筋肉のある人がいっぱいいたんで、ちょっとそれ見てどうやったらそんなに筋肉つくのかなと。なるほど。あれ、ちょっと待って、音楽の話、音楽の話、やばい、ジムの話になってる。やばいよ。あ、筋肉の方じゃない。すいません、マッチョさんって言われたんでね、そっちの話。今日音楽番組だよ。よかった、乗ってくれて。そうですね。音楽筋の話ですね。そんな筋肉あるの、どこ知りたいわ。そうですね。でもまあ、なんでしょうね、始めたきっかけ、僕あの中幼稚園から中2までピアノをずっとやってて、で母親がオペラ歌手だったんですね。音楽一家ですね。そうですね。でそこでずっと習ってたんですけど、中学生ぐらいで受験が来るじゃないですか、高校受験が。でちょっとピアノ休もうと思ってる間に、なんかね、ギターに急に興味が出始めて、友達がね、ギターを家に持って遊びに来てくれたんです。中学校の時の同級生が。でそいつがギターをね、家に置いてってくれたんですよ。で一晩触ってたらなんかすごい楽しくなっちゃって、こんなに、ピアノは正直言ってこう楽しいっていう感覚よりはもうなんかずっと習ってたんで、やらされてる感のが最初強かったんだけど、ギターが自分からこう興味を持って、そこからなんかね、でもギター始めてすぐに曲を作りましたね。すごい。一番最初がなんかね、ギターは曲を作るツールになんかなりました、僕は。ピアノの時は全くそんな感じなかったの。ピアノの時は全くそういう感覚はなかったんですけど、ギター持った瞬間になんか曲作りがすごくこう自由にできるなっていう気持ちが生まれてきて、そっからずっともうひたすら曲を作る人生ですね。でもじゃあ、もともと曲が作りたいっていう気持ちが湧き上がってくるってことは、そうですね、もう創作意欲っていうものはいろんなものであったんじゃないですか。そう、なんかね、ちっちゃい時にこうおもちゃとか例えば欲しいのあると、うん、親父とかにねだるじゃないですか、うん、ただうちの親父が絶対にそれを買ってくれなくて、で手作りで置いてあるんですよ。例えばなんかクレーンのミニカーみたいなの欲しかったね、昔で。クレーン車のミニカーが欲しいよって言ったら、次の日なんかこうボール紙で作ってあって。ちょっと失礼します、貧乏だったんですか？いや、全然貧乏じゃないですよ。割と裕福な。またプレストな。ちょっと待ってください。割とね、だって今の言う流れだったでしょ。今だって踏み落としもさ、なんかちょっと含み笑いしてたもん。じゃあそれより、それより、割と裕福な家庭だった。お父さん、なんかあのワクワクさんとかな、そういう。やめて、そういうの言ってくる。そうですね、あの割と作って遊ぼう的な人、ね、そういう人の、のっぽさんかなんか、そういう人の息子なのかな。あの、ね、作ってワクワク大好きなんです、バンド。そうですか。終わっちゃった。そうなんです。あの、作って、要するに欲しいものがあってもすぐに買うよりも自分で作るっていうのはどうだっていう提案をする。クリエイティブな家庭ですね。でファミコンが流行った時も、ファミコンを買ってくれなくて、でパソコンを買ってくれたんですよ。でパソコンで当時ゲームが全然なかったんで、自分で作らなきゃいけなくなって、結局自分で作って、
で、中学校の時に完成したんですよ。小学校4年から3年間ぐらいずっと作り続けて、毎晩のようにあのパソコンの会社に電話して、どうやってこのプログラムどうやってやるんですかって。すげえ。そこでちょっと中1の時に、そうなんです、そうなんです、そこで骨が作るっていうことがね、とにかくまあ全体的にすごい好きなんですね。へえ、それでも音楽の方に行ったんですね。そうですね、ギターが本当だきっかけですね。そうだったんですね。音色を聴いた瞬間にビビッときたんだ、すごい。いや、なんか物作りしてるとすごいな。で、2つ目なんですけれども、はい、今の自分を構成する3大要素ってありますか？僕ですか？どうしましょうか、考える時間がまたあるので、大沢くん。はい、あ、すげえパスが来たね。僕、細マッチョじゃないんですけど。マッチョっていうか、すげえそう思って、なんかマッチョって超書いてあるよね、いろいろここの。書き込みがもうマッチョだらけだ。マッチョやばいで。湧いてきてますね。マッチョ絡みだよね。あ、ちなみにあのハッシュタグが発行されたので、ちょっと読ませていただきますね。マッチョさん、後藤冬樹、細マッチョ、大沢亮太がゲストで、橋爪桃、うほう。何ですか、これ。ちょっと怒りますよ。言いますよ。ウフォーなんて言ってないですよ。言った方がいいんですか。言ったって言ってる。もう顔がウフォーって顔してるじゃん。なんで、ま、マッチョカッコさんってな。経費が払ってるのか払ってないのか分かんない。そうですね。全くですね。しかもね、マッチョちょっとカタカナが良かったな。あ、そうだよね。そうですね。なんか悩しい感じですね。ちょっとあのマッチョなんだけど上に脂肪がうっすら乗ってるみたいな感じがしますね、これだとね。じゃあそちらをこのハッシュタグをリツイートするか、コメントをつけてやってください。はい、三大要素。はい、三大要素、はい、何でもいいです。なんか前の女性なんかは全部食べ物だったりしました。納豆とか全部料理やったり。僕、なんですかね。お酒とタバコとギター。ああ、なんかっぽいね。なんかでも本当そんな感じだわ。あ、本人も家で、うん、全部その、そうですね。さあ、作飲みでもう瓶とか缶とかいっぱいある。捨てはするか、もちろんためはしないですね。そうです。なんかお酒好き、宅飲みっていうとなんかボトルとか缶を収集する癖がある人ばっかりなイメージがあって捨てないので床に置いておくって。黒切りタワーがある人とかちょっと知り合いにいて。そっかそっか。あ、これちょっとそっかしか言えないわ。あ、まず一瞬で終わっちゃったよ。広がらない的な。いや、でもロックンローラーって感じですね、本当に。あ、ちなみに手震えたりとかまだしてないですか？そうですね、もうあともうちょっと頑張ります。あともうちょっと頑張らなくていいよ。記憶が全然飲むとなくなる。あ、確かに、ね、やばいよね。なんかスリーマンの打ち上げとか何回か飲む機会はあったんですけど、なんか本人ちゃんと喋ってるんですよ。本人ちゃんと喋ってるんですけど、翌日なんか何喋ったか覚えてるって言って覚えてないっていうことがよくあるみたいで。あ、でもあります、ね、あ、お酒好きですよ。好きですよ。そうです、まあ、あれですよ。記憶なくなります。だいたい帰り際いつも記憶ないですね。仲間じゃん。あれ、ただね、家あれですよ、みんなといるときは全部覚えてるんですよ、ちゃんと。離れた瞬間に一人になったらもう全部気が緩いんですかね。家着いたら俺どうやって帰ってきたんだろう。あれ、ちょっとやっぱ僕特殊なのかな。やばい、大沢亮太はやばいですよ。俺がその前にその YouTube とかで格闘技好きなんで、格闘技の動画、これすげえ面白いからこれ見てよって一緒に見たんですよ。それを飲みながら見てたんですけど、次飲んだ時にこれ面白いから見てよって、全く同じ動画を俺に初見の過程で俺が進めたやつを。やばい、俺発信がごとく演奏じゃねえけど。あ、覚えてないんだけど。もうちょっとこっちサイドになんか少しラインがありますね。あ、年越しも一緒にいたんですけど。あ、本当に。カウントダウンして、あ、年越したねとか言ってたけど、10分ぐらいしたら、いつ年越したのみたいな。やばいよ、短期記憶もやばいよ。それは分からない。重症だということで、ね、言ってよぐらいに言ってる。マジ言ってよって何回も言ったからね。お酒もタバコもほどほどにということで、はい。お父さん、三大要素ありますでしょうか。ここはささみとブロッコリーとプロテイン。いやもういや、素敵なことですね。今時間を、そう言われたらもうそう来るしかない感じのね。あ、なんか今日ちょっと昔でも僕もあれですよ、タバコとかお酒でしたよ、どっちかといったら。今全く吸わないし、そうですね、うん、飲まなくて、まあ、飲まなくて。タバコやめました。タバコやめました。僕も昔すげー吸ってて、もう5年ぐらいもうやめて、やめたきっかけって何だったんですか。
やっぱね、スクワットしてたら息切れがすごいですよ。それちょっとどこまで本気の、これはギャグなのかマジなのかの境界線が分かんないです。あの歌、レコーディングの時もなんか息苦しいし、でスクワットしてもすぐ息切れするし、俺こんな体力なかったらミュージシャンとしてやっていけねえなと思って。なるほど。でこれはミュージシャンは体力だと思ったんで。なるほど。そう。なんでも。そこでお酒も。そう、お酒は、まあ、あの今も友達と会う時だけ飲む。もともと家で飲まないんですけど、友達とみんなで飲む時はもう豪快に飲みますよ。だから記憶もないし、大体今日はリミッターを外すでみたいな。そうそうそう、バキ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 。なるほどね。ブロッコリーっていう、気になるよ。なぜブロッコリー。ブロッコリーはね、あのタンパク質を消化するために必要な栄養素が全部入ってる。ささみときたらブロッコリーなんです。ブロッコリーときたらささみなんです。ちゃんとしっかりと両方取らないと、タンパク質だけ大量に取っててもちゃんと吸収消化できないですよ。ある程度の炭水化物も必要だし、箱の話になると僕3時間ぐらい喋る。はい、もうちょっとこの番組2時間なんで。今日もう歌わない方がいい。そうですね。やめて、歌わせて。なるほど。筋肉の歌ってあるんですか？いや、ないですよ。あるわけないじゃないですか。やめてください。なんでプロテイン 30g とかそういう歌作んなきゃいけないんですか？もうタイトル決まってるじゃないですか。ないですよ、そんな歌。タイトルは決まってる。ね、タイトル決まってない。びっくりしたわ。はぁ、もうちょっと、今日この感じで行くんですか？この感じで、ダメ。ダメ。あ、そうか。なんかしかも、ちょっと盛り上がると、この3人で結構話が進むんで、自分ちょっとこの男談義にいらないんじゃないかみたいな。いやいや、大丈夫ですか？ちなみに、そういう傍観する様を映しておくか。わかりました。お願いします。ちょっと死んだ目で見てますわ、じゃあ。はい。で、ちなみに番組の企画コーナーはこちらで終わりです。はい。はい、で、ここから私の MC 持ち込みコーナーになりまして、はい、毎週一緒なんですけれども、ちょっと説明をさせていただくと、お手元にフリップがありまして、こちらに私から今から一問一答させていただきます。こちらの一問一答マイナス1問1答と言いまして、ちょっとネガティブな質問ばっかりします。なのでそれに答えていただきたいんですけれども、一個一個答、あのフリップに書いていただいて、で答えていただく、また質問をする、書いていただく、答えていただくって感じになります。せーので出します。じゃあとりあえずタイトルコールいきます。橋爪桃のマイナス1問1答。ふえー、はい、ぬるっと始まりましたね。ありがとうございます。 BGM が流れるかと思う。うん、いやいやいや、そんな。では早速1問目なんですけれども、なんか今日みんなふざけ、いや真面目なんだよな。真面目、うん、しかもブロッコリーとささみ一緒に食べた方がいいとか結構ためになる話だったんですね。そうなんですよ、はい、ちょっと地味に真面目です。じゃじゃん。今なら笑って話せる失敗談は生命の危機ありましたでしょうか。最近でも過去でもいいです。はい、みんなに向けとこう。書きます。一回書いてもらって、でせーのでバンって出して、あ、この人をチにした方が良さそうだっていうのを後回しにします。はい、全然真面目に答えていただいて。失敗談ですか、これは。失敗談ですね。字がおか、なんかおかしくないですか。ごめんなさい、なんか薄いやつを出しちゃって質負けだ、ね、すごい薄いですね、これでもまあいいっすよ、これで。あれ、これどっちだっけ。息切れ、やべ、タバコ吸ってないのに息切れしてきた。はい、あ、ちょっと待って、この元々書いたやつ消させてください。じゃちょっとなかったことにしよう。早速失敗談できました、私。やばいね、これが落ちで、もう誰も勝てないじゃん。やめてよ。やめてよ、はい。え、ちょもうなんかチラッと見えちゃったよ、なんかすげえ、なんか、これもう、ちょっとあの僕、いらないですよ。いや、やめてやめて、一応じゃあ、3秒で終わること書いて。でもちょっと後藤さんがオチになりそうなので、後藤さんに全てお任せましょう。そうだね。なんかちょっとあの胸ポケットのあの笑顔が邪悪に見えてきた。怖いわ、何飛び出てくるか分からないわ。いや、そこあんまりいじるとこじゃないかなと思ってたんだけど。そうだよ、そこをいじられたの初めて。本人マッチなのに顔がちょっと太ってますからね、ほっぺが。アンバランスか。かけましたか。ごめん、やばいね。全然かけてない。じゃあ、あのですね、こちらでパレージャーのもう一つお知らせがあるので読ませていただきたいと思います。この前に置いてあるカルタ的なものなんですけれども、サイン書いてあるカルタ的なもの、こちらなんですけれども、パルヘジアカルタ読み札募集しておりまして、こちらもユーストリームで連携して、ツイッターなどで募集してるんですけども、後藤さんの5、大沢くんのお、橋爪のはで、この葉
5で始まる読み札を募集しておりますので、どのタイミングでも構いませんので、もしお持ちいた方がいれば投稿してみてくださいませ。あー、大沢くんのペンが止まっている。どうしたどうしたどうした、なんでもいいんだぜ。今こうかけてない俺失敗でもいいんだぜ。あ、言っちゃった、もうダメだ。どうしよう、あとは喋ることありますかね。生命の危機といえば私なんですけれども、最近あのベルリング少女ハートさんっていうアイドルさんの衣装も作っておりまして、そちらの羽が結構もう2年使ってボロボロになったので最近修理いたしました。でそちらの羽がね、あのいっぱいやっぱりホコリが飛ぶんですよ。で黒いホコリが飛んであるので、ちょっと鼻を噛んだらですね、黒い鼻水が出て、あ、死ぬなって思いました。そもそも死ぬんだなって思いました。はい、このくらいかな。とりあえずこういう順番でいった方がいいんじゃないかと思うんですよ。じゃあちょっとせーので出せなさそうなので、うん、どうですか大沢くん、もうちょっとで終わり、うん、もう大丈夫。あと何文字？いや、あと3文字ぐらい。かけかけ、うん、3文字あと3文字僕から出しそう。いやいやいや、せーのでどんで出したいと思います。はい、はい、いいのいいのいいの、ありがとうございます。あ、雑名前が、はい、でいきます。せーの、はい、どん。あ、俺名前書いてる。池袋駅、あとで大丈夫です。池袋駅前のスクランブル交差点で混ぜこけしたこと、あ、もうこれ、もう大丈夫ね。先の宮駅で降りようと思ったら、先の宮で降りてしまった。次、マンションの屋上から飛び降り、立っちゃなくて飛び降りる、自ら行った感がありますね。じゃあちょっと、踏みロックして、池袋混ぜこけというのは結構大の大人になってから。そう、もう本当に1、2年前ぐらいのリアルな、もう結構普通に転んで、生命の危機になりうるこけ方をしたんですね。じゃあ、いやっていうか、だから、まあ、その社会人としての生命みたいなことで、ね、大人としての、そうですね、池袋、池袋スクランブルどこぐらい、あの東口の出て左に行って、なんか銀行とかがあるぐらいのところら辺で、うん、休日でもういる中で俺だけ息を淀先にバイッバーンこけて一番気になるのが、そのこけた後の対処法どうしたんですか。いや、だからこけてナイフをそそくさと帰っていって、そのまま何事もなかったね。こけたことを認めつつそそくさと、池袋でデートしてる人たちに笑われただろう、ね、笑われたよ絶対。あ、でもネタ提供したと思えば素晴らしいですね。そう、そんな感じでした、はい、ありがとうございます。そして大沢くん、はい、さっきですね、はい、乗り過ごしたと、はい、乗り過ごしたのかな、はい、どうなの、杉宮ってどこだろう。一つ手前ですよね。手前を、でも時間通り、まあ一応素晴らしい、素晴らしい、待ち合わせには遅れました。素晴らしい、あ、踏み録した待ち合わせ。だから電車の乗り方わからない説が、前もね違う駅で待ち、みんなで飲み会しようっていう時に一人だけ間違えて遅れたことがあって、あ、この子電車乗れないのかなって今日ちょっと疑惑が湧いたんですよ。なんか油断してるんですか。確定急行混ざってきたら結構危険です、ね。いや確かに、まあ、分かりづらかったのは分かりづらかったよね。ここ来るまで、そので僕前あの急行で乗り過ごしてしまったんですね。で今日バーって先の宮駅に着いたら、あ、また急行で乗り過ごしたって思って勘違いして降りてブーンって行ったら、ああよかったのかみたいな感じで。要は油断してるんですね。もっと注意深くしてください。はい、タバコのことばっかり考えてないで。そして後藤氏、はい、これマンションの屋上から飛び降りるんですか。これはね、あの小学校の時なんですね。鬼ごっこをしててマンションで、で向かい側のマンションとこう僕のいる側のマンションの屋上の柵と柵をこれ飛べるなと思って。ジャッキーチェン。なんでよ。逃げなきゃいけない。で追い詰められて、ものすごいもう走ってくるわけですよ。いけると思ってパンって飛んだら全然届かなくて、もう真っ逆。何階ぐらい？4階だと。で、まああのちょうどスーパーが1階にスーパーが入ってるマンションだったんで、はい、そのスーパーの段ボールがこう山積みになってたんですよ。リアルジャッキーチェンですね。やばいね。そこにガサ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 。でもね、あれですよ、あのよくこう飛び降りた時ってなんかもうスローモーションになるそういうことみたいな、あれマジです。そうなんだ、はい、僕お父さんお母さんごめんなさいって思いました、あ、その一瞬でもうダメだ、ガサガサガサって、もう周りのびっくりする、マッチョが降ってきた。本当だよね、その時はマッチョじゃないです。あ、そうなんですか。俺正月筋肉で使ったの、むしろガリガリでしたけど。あ、そうですね。そうなんです、その時から待つだったら壁なんか直角に登りそうですね。助かりそう。これはでも本当にちょっと死ぬかと思った。印象に残ってる自分の中では。全然怪我とかもなく。何にも怪我なく、擦り傷ぐらいで済んで。
で母親にもずっとそれ言わずに来て知らないんですか。2年前ぐらいに初めて言いました。あ、最近じゃないですか。すごいびっくりしてる。そうですね。あなたはどうしてそういう話を後から後から出してくるの。そう、これマジです。怖かったです。すごい。はい、だから夢中になってもみんなやりすぎちゃいけないですね。うん、教訓にしてください。大人になったらみんな大丈夫だと思います。小学生ゆえの負けは。チェックは真似しちゃダメですね。そうですね。いやー、そして3問目。3問目、はい、あれ2問目とか、ね、やべーす、今早速失敗しました。はい、2問目いけます。はい、ちょっと少し酸欠になってきました、笑いすぎて。ででん、ででん、皆さんやっぱり売れたいなって思うことあるんですけれども、その時に瞑想してたなって思うやってしまったこと、その時売れたいなとか、これはみんなに受けるんじゃないかとかでちょっとやってしまったけど、ああ、あれは瞑想していたななんて今は思うことありますでしょうか。難しくね。まあでもさっきと一緒でやっちまった的なあれですね。それが音楽の現場でっていうこと。音楽的な話ですか。そうですね、音楽の現場でやってしまったなっていうことです。パフォーマンスとかイベントとか、なんか良かれと思ってやったけれど、あれは滑っていたなと。マッチョさん迷いがねえんだよな。そうなんですよ、全然迷いがないんですよ。ノータイムで。そう、僕はノータイムで、ね、僕がずっと乗ってる。筋肉のあるなしの差がここで出るのか。瞬発力半端ない。脳の筋肉も負けてるのかな、もしかして。脳筋って言葉はあんまり良くないんじゃないですか。瞑想してたと。瞑想してた。私、大沢くんのことは私なりに一つ思い浮かぶけどね。そう、カーフしかないと思う。パパパパ。書くんかい。使うんか。これはだって別に迷ってないじゃん。そうなんですけど。周りに言われてることだよね。うん、俺ちょっとこれ止まったかな。ないですか。なんでなんで。ああ。別にいいじゃないですか。そう。なんか言われた。ちなみにフミロック氏が書いてる間に、私はなんですけれども。ツイッターの方にもちょっと画像があると思うんですけど、すごい昔にアイドルライブで目立たなきゃ目立たなきゃ、みんな踊ってる中弾き語りじゃ目立たないと思ってですね、マックの袋をかぶってですね、目に穴だけ開けて、で、あの客席からステージに上がって、ちょっと無言で押さえた後に一言目にテレレテレレって言って滑りました。はい、すごいざわついてました、お客さん。ポテトが上がったぞって言ってました。はい、そんな感じでした。では、皆さん書き揃ったので、出したいと思います。せーの、デデン。スミラクシ、高い機材を買っていらなかった時、うわ、すまない。もうスカーフ巻いてごめんなさい。人生はいつも瞑想。なんか、わ、大きいの来た。大きいのが最後に来た。やっぱり最後かな。でもこれはなんか完結してる感ありますね。ちょっと逆に行ってみましょうか。はい。もう常に瞑想ですね。あっちこっち行った方が楽しいんじゃないかと。確かに、はい、なのでいつも迷っては走って、うん、迷っては走ってですね、繰り返しです、うん、なんか逆にこう今俺の人生完結したって言ったらもう死ぬざるを得ないですもんね。そうです、本当に。だから常に瞑想し続けてる感が自分の中ではありますよ、これ。ちなみに今日瞑想してるのってあります？今日あ、俺今瞑想してるみたいな瞬間。今まさに瞑想してます。本当ですか。あ、なるほど。すみません。マッチョさんと呼ばれてから。本当ですよ。あ、じゃあ瞑想させたということで。そうですね。じゃあ、筋肉の方に行かなきゃいけないのかなと迷いが生まれて。嫌だったら行ってくださいね。嫌だったら行って、あと1時間マッチョいじりするけど。大丈夫です。はい、そして大沢君、スカーフ巻いてごめんなさいということで、はい、こちらなんか大沢君っていうよりは周りがなんかこだわりがあるんですよね。前から聞いてみたかったんです。本人がスカーフを巻いた方が絶対にかっこいいっていうこだわりがあってですね、そのこだわりをみんなでどうしてどうしてと、実際スカーフを巻いて撮ったアーシャがあるんですけども、そちらもあ、スカーフ巻いてるなぐらいなんですよ。で、そのスカーフへのこだわりを今日は聞きたいなと。いいですか、言って。はい、スカーフ、昔、はい、お母さんから巻いたもの。あ、コメントしづらいの来たぞ。いい話の、はい、夜鍋をして、ね、母さんがアイロン掛けをしてくれたスカーフを、そう、ここでちょっとね、橋爪申しにちょっと大打撃を与えてみようかなと思って、はい、いや、うん、まあでも、まあ、特に別に母親からなんて別に何かいろいろもらうわけで、ただそれで、はい、自分で何かつけてみたら、うんうん、自分としては何かあ、なんか一つ印象になるものがあったなって思って、なるほど、やってます。僕の YouTube のアルガムの歌という曲の PV でも巻いてるんで、もしよかったら
チェックしてみてください。告知時間後にあるのに、告知挟んできた。すごいやらしい。方がうまいぜ。払い手かな、マザコンってことじゃなくて。あ、マザコンなんじゃない。マザコン、まあ、男性はみんなマザコンな気がしてはいますけどね。それはそうだと思う。そうか、じゃあ今後も巻いていくということですね。え、なんでちなみに今日巻いてない。いや、だから、モーさんに言われて。私じゃないでしょ。もう不特定多数ですよ。モーサ君の周りにいる人間みんなが言ってますからね。なぜスカーフ、あのボーイススカウト、ボーイスカウトみたいな少年隊みたいな感じが出るんです。巻くと。ああ、そうなんですね。ああいう感じだから、なんとか巻きのなんとか流したみたいな。あ、ねじねじです。そうそう、ああいう感じじゃないんだ。テラワッキラ。なんか、あ、違う違う違う。何アキラさん。何アキラさんでしたっけ。そうそう。違う違う。中アキラさん。中アキラさん。あ、すっきりした。テラワッキラさん、ごめんなさい。っていう感じじゃない。そうですね。特に普通にただ、さささっと、ただ巻いたってだけです。なんとなんと。じゃあまあ、廃止ということで。はい、見ろ。そうですか。はい。高い機材を買っていらなかったとき、わかりますよね。そう、この話はね、多分いろんなミュージシャン真面目にやればやるほど高齢に多分なっていくと思う。わかるわ。ちなみに高いっていうと、私なんかは全然 DTM とかやらないのでわかんないんですけども、高いっていうのはどの辺をやっぱり指すんですか、でしょうか。どれぐらいの買ったのか。俺一番高いやつだと、その数字言っちゃっていいんですか。プラグイン、プラグイン系。いや、ね、オーディオインターフェースの35万です。35万。今もローンを払ってるって。まあそれは別に買わなきゃよかったとは思ってなくて、すごいいいんですけど、具体的ですよね。そんぐらいですね、やっぱね。ですよね。マイクとかもいいの買いすぎて、逆に音拾いすぎて使えねえみたいな。あ、マジですか。家だとやっぱりいろんな音のノイズが入っちゃう。それ楽器屋さんで言われたんですよ。あのいいマイクを個人が買いすぎると性能良すぎて周り拾っちゃうから、ある程度値段落とした方がいいって。そう、人間の、そう、人間の耳って結構ね、選んで音聞いてるから、これ例えば今喋ってる声とかだけ選択して聞いてるけど、マイクにしてヘッドホンしたら、めっちゃエアコンの音とか冷蔵庫の音とかすごい、すごいノイズが鳴ってる。エアコン聞いてるね。これ何、結構真面目なこんな話していいんですか。いや、いいじゃないですかこれ。リフレクションフィルター使ってます。使ってます。あれやるともうだいぶ全然違いますよね。全然違います。あの多分リフレクションフィルターって言っても見てる人分かんないと思うんですけど、マイクの音をあのモアって広がらないように、そうそうそう、あの防護する。そう、これに歌うとしたらここ全部覆っちゃって。そうなんです。吸音材ね。そうですね、あれがあるとだいぶ違う。吸音材も貼るでしょ、部屋に。あのね、僕ね、あのユニットバスで、ユニットバス、その録音を挟まれてる、モーサー君が。で、だから部屋じゃなくてもユニットバスの丸丸級の、そう、あ、でもリフレクションフィルターだけで、マイクで行けば行けます。オフにすると結構ダメなんですけどっていうシンプルなセッティングで。つい先日もなんかまた新しいリフレクションフィルター見つけちゃってるね。あ、そうそう、一緒にモーサー君と一緒に渋谷の池部楽器、あそこ行きますね。あそこ行きます。むっちゃ高いマイクが並んでるところで、もう20万とか30万のマイクを4つ並べて、あーあーあー言いながら、ね、これじゃん、これいいね、これいいねみたいなので、ずっとやってたんですよ。俺もやりましたね。マイクもあそこで散々試しましたもん。ですから、コンデンサー何持ってます。そうそうそう、僕ね、あのね、一番今使った、あ、でもね、結局なんか赤毛に落ち着いて。あ、マジですか。 C414 とかですか。そうです、そうです。あ、そこに落ち着いて。マジですか。そうね、いろんなの試したんですけど、あのソントロニクスっていうね、はい、まあ、はいはいはい、あの真空管入ってるやつ、はい、ストップ。よかったよ。あとで番組が終わったら、あとで話していただきたいなーなんて。すごい楽しそうですね。はい、ちょっと大沢君と私がピースするしかなくなってきたので、ありがとうございます。マニアックな話でしたよ、これ。申し訳ないです。でも今、ちなみに21時なんですけど、このままトーク続けてでもいいですか。てか、あの話聞きたいんだけど、さっき盛り上がった。あ、コンペの話ですか。そう、あの、話していい。そう、コンペっていう、あって、コンペっていうのは要するにアイドルとかアーティストさんが曲を募集して、あの、いろんなところから募集するんですよ。それで僕はあの、もうその作曲の、まあ、コンペの話をもらって提出するんですけど、まだその採用されたことがないんですね。最終選考とかはあるんですけど、ところがこのマッチョ先輩はおっと、バンバン、そう、採用されてるみたいで、さっきその話ですごい盛り上がった。先輩ですよね、だから。いやいやいや、もう、なんですかね。
でもなんかその採用される採用されないってもう好き嫌いですからね、あれね、うん、ね、たくさん1日にディレクターもすごい曲数を聴いてるわけで、僕は本当にアコギ1本と歌だけで出すっていうのは結構基本スタイルなんですよ。衝撃でしたね。そうで、大体の人は今特に DTM 誰でもできるから、うん、結構作り込んでみっちりこうね、音を作り込んだの出してくるんだけど、意外にそうすると埋もれちゃうんだね。もともとの曲の良さなんて、そもそもいい曲だったらアコギ1本でいい曲なはずで、はそうそうそう、だから歌謡曲のあの歌本とか開いて適当に歌ってると、すげえヒットした曲でもなんかめっちゃいい曲だなって思う曲と、あれこんな大したことねえなって思う曲、結構アコギ1本でやると分かるみたいな。なるほどね。 そこがなんか俺の中では結構大事で、そこをこう自分の中ではもう一番に考えてるんで、アコギ1本で良くない曲はもう出さないみたいな。はそれでやってたら、まあたまたまですけど、俺の場合はラッキーなことに何曲か使ってもらって、で逆に作り込んでめっちゃ一生懸命やったやつが全部落ちるみたいな。これはなんか不思議でしょうがない。俺もわからないけど、たまたまだと思いますけどね、それは。そう、まあコンペはいろいろねありますね、確かに。ああ、誰のコンペ？僕は今までだとあれですよ、ラグフェアとか、あと熊田曜子ちゃんとか。すごい。あとは、まあ、テニスの王子様のミュージカルも、まあ、あれも全部一応コンペなんで、全部出してやってきましたね。あとまあ他にもまあ多々調べていただくと、トランスフォーマーとかね、これやってます。マジっすか？すごい。そういうのとかだったり、アニメがね、僕結構あの実は女の子メロディーなんです、書くと曲が。なので自分が歌う曲はあんまりそうじゃない曲を歌おうと思ってこう分けてるんですよ。なるほど。で、女の子メロディーができたやつは全部楽曲提供に出して、ふざけるとそういうのばっかになっていくっていうか、だからある意味コンペはふざけた曲ばっか出してるってことですよ、俺は。そっちの方がでもうまくいくんですよね。多分疑問に思ってると思うんですけど、うん、女の子メロディーと男の子メロディーの違いを、もしよかったら簡単な説明を。なんでしょうね。じゃあ例えば長渕剛さんみたいな、なんかギターでちょっとパラッと、すごい男メロディー、あ、なんかやりますか。割とこうストレートな、さっき僕の曲の中でもあるんですけど、なんか例えばこう、こういうリフってなんかすごい男らしい。なるほど。すごい男らしいでしょ。そう、セーブンスだったりこういうの使ったりすると男らしい。あとはリズムの感じとかが男らしいけど、なんか。こういう雰囲気するとちょっと女の子がふんって歌いそうな雰囲気になる。なるほど。ジャズとかボサノバは女の子そうによりなんかなって、で、あえて男がそれを歌うこともありなんですよ。そうするとこう、なんですかね、女の子の本来そうメロディーを男が歌うことによる男のなんか色気みたいなのが出てくるっていうやり方もあるし、逆にこういうさっき弾いた男っぽいやつを女の子が歌うと女の子の強さがこうピシッて出てかっこよかったりとか、それをどう組み合わせていくかっていうか、そういうふうに考えてはいるので、なんかこう、まあ、作曲する時は作曲する時はそういう、なんかあとはその先にこうコンペとかもそうだけど、大体こういう テーマでお願いしますとか来るじゃないですか。そうです、ね、条件が それを聞いてもう考えるのが大好きなんで、どっちかというと自分発信が俺あんまないですよ。俺はこうだみたいなのないんですよ俺。なるほどなるほど。そう、俺はこうだはもう筋肉で十分だなのでそれ以外のことで、そう、それ以外のことでできるだけこうもらったやつをなんか考える方が好きっていうか。あ、なるほど。だから多分それを込みで、その僕中学生日記の後ろの音楽をずっと作ってきたんですけど。マジっすか。そのもう理由も多分そのドラマを見てそこで想像する音とかがやっぱ素材があるからできるみたいな、何もなかったら逆にできないですよね。その元があってそこにどういう音楽をつけるのがいいのかっていうのを選ぶのが好きだったり考えるのが好きだったりするから、なんかこう元があって、だから多分楽曲提供とか向いてるのかもしれないなと思って。そう、それで、でもね、それがね、僕の中では一つの瞑想の一つでしたよ。なるほど。うん、なんか色付けが好き。色付けが好きだし、で、本当の自分がよく分かんなくなっちゃって、それで。本当の俺って何なんだろうみたいな時期が、そう。俺の歌って何なんだろうみたいな、別に誰が歌っても同じじゃんみたいな、そう思った時期もあって、でも今はもう全部開き直って、それこそ音楽なんて別にそんな深く考える必要なかったなって、俺が何かなんて人が決めることだし、自分が決めることじゃないのかって思ったら、なんかすごい気楽になってきて、なるほど、そう、そこ
こでなんか多分もしかしたらそういうのが理由でコンペも楽しんで出してるかもしれないから、それでなんか採用されるようになったのかなっていう気がしないでもない。マジっすか、ちょっとこれ本当ジム入会しますここ弟子だから人間的にも弟子に、ね、本当にもうそんな感じで多分やってきました。わかりました、ありがとうございます。いや、とんでもないです、すごい話だね。確かになんかテーマ、コンペだといっぱいもらえますけど、自分一人の人間に対してのテーマって一つぐらいしかつけられないんですもんね。案外 ね、思いつかないですよね。いっぱいつけていけばいいんですか、後藤さんに自分のテーマを。だから僕の場合は人を思って作る曲ばっかりで、例えばあいつが落ち込んでたな、じゃああいつの曲を作ろうみたいな。それは本当そうです。絶対そうだね。ここサイドで盛り上がりました、うん、やべやべ。いや、それは僕も意識するんですよ。誰かのためにやっぱ何か作らないといけないですね。そう、自分も幸せだしね、なんかそっちの方が。自分のことだけ歌って売れる人は本当にカリスマだと思います。ねえ、本当カリスマだと思います、ね。人生が多分相当面白いんでしょうね。そうでしょうね、劇的なんでしょうね。そうそうそう。それもそれで素敵だなと思います、僕は。お金になるほどロマンチックな人生。ね、すごい。うん、どうしよう。ちなみに、これ、もう結構時間、どうですか、うん、もうその話も聞けたんで。ね、とりあえずなんですけど、うん、もし時間が余ったら一問一答まだありますので、質問していきたいんですけど、しかも、これね、そう、次がね、多分この質問だったんですよ。一番お金を使ったと思うもの、趣味だったので、これ飛ばしちゃいます。で、もし時間があれば、ここからは音楽の話じゃなくて、ちょっとせっかく本日男性ばっかりなので、こういう質問もしていきたいなっていう、普段ないような質問を入れたんですけど、どうでしょう、ライブに行ってみ。ライブ、ちょっとやりましょうか。はいはい、じゃあここで中間ライブで、続けてゲストの方に2曲ずつライブをしていきたいと思います。ライブをしていきたい。1曲ずつでいいんじゃねぐらいの喋ってるか一応これ音楽聴いてもらう番組だからこれちょっと逆にして、セッティングが2つ出てるので、大沢君たちから先に、はい、はい、してもらえたらななんて思います。これちなみにもう俺髪がここし髪ないな ないっす。あの、いっぱいあるんでちょっと思います。あ、お願いします、はい、髪になってます。ありがとう。やっぱりなんかある程度シンガーソングライター続けれてるとコンペの仕事とかが来るように皆さんなりますね、うんうん、私前にスキャンダルさんに曲を聴きまして、まあ落ちまして、で自分で歌ってます今。そうするとやっぱり自分で普段歌わないような曲になって楽しいですよね。 それがね、意外の自分の発見だったりして ね、そうですね。音域が合ってないのだけネックですね。そこですね、とかとかキーだけ変えてね。はあ、ちなみに、うん、インストラクターになったのは何でなんですか。それはね、本当さっき言ったちょっと、まあ、運動不足解消のためにジムに行き始めたら、周りにすげえマッチョな人たちがたくさんいて、どうやったらこんな体になるんだろうみたいな。僕なんかね、興味がいろんなことに行くんですよ。あ、そうですね、今の話聞いてると、こんなとこに興味があるんで、どうやったらこうなるのかっていうのを知りたくなるんですね。なんで自分の体を使って実験してみるんで。人間は S と M を両方持ってると思うけど、うん、でやり始めたら凝り性なんで、もうどんどん食べ物のトレーニングの仕方も研究し始めて。すごいね、それが人間だったらジム1個でもう大変なんですよ、凝るのが。でもそれが自然にできて、まあでも途中でインストラクターに行き過ぎて音楽全然やってない時期ありダメやん、両立できないやんそうか、探求しすぎてでもあるんですね。そうか、はぁ、あ、よかった、人間だった。よかった、それこそ瞑想です、ね、ギターのもうボーカルも、あ、ギター、僕のギターで切ってるもん。あ、もうじゃあ外音だけか、外だけです。あ、OK、じゃあこれ外音だけでいいかな。じゃあやりますか、次の曲を。やりますか、はい。夢と涙。
ように温もりだけじゃ心はもう戻せない僕の代表曲、スカーフ巻いてた PV のやつもあるんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。アルガムの歌という曲です。聴いてください。
って君を迎えに行く。
ました。ありがとうございます。大沢亮太でした。エレキとかを聞くんですか。そうですね、あのギブソンの、ギブソンじゃないエピフォンジャパンの ES335 を、まあ、ギターをそうちょっとギブソンの安いバージョンで、うん、パチパチ来てます、うん、ありがとうございます。わあすごい、ありがとうございます。いいハモリ、ありがとうございます。ありがとうございます。このまま続けて後藤さんをやっていきたいと思います。はい、師匠ちょっと準備させていただきます。はい、やりにくいわ完全に今日のこの2時間の中でキャラクターが定まってきたというか、みんな煽る感じになってます。そのまま喋ること一言一言がこれ言っていいのかな、言っていいのかなって言った時に言うんだけど、これ映像残るよ。残るよ。あの怒られたら後で謝るんですけど、あのAV 男優の沢井亮さんに。まずそれが、まずそれがまたなの。ちょっと、ちょっと似てる。それは本当ですか、光栄ですよ。似てるんですよ。そう。知ってるかな。いや、黒、あのね、鼻のあたりがすげえ似てる。鼻のあたりがね。知ってる、コレステロール拓也さんと知らないよ、対決をした結構有名な、やめてくれよ、ガチ下ネタ振られると困るから。みんな知らないんですよ、それなんだよ多分わ、みんな知らないから。いや、結構似てる。でも多分帰ったら画像検索しますわ。沢井亮に結構似てるな。どうしよう、変なの出てきたらみんな検索してみて。割と最近その人なんか逮捕されたんですか。あまり例えが良くなかったですね。やばい。ね。かけるね。本当にね。本当にじゃない。何なんだよ。ではやる予定はなかったけど、ここのまさにチャイナスクエアに書いた曲お前はチャーハン聴いてください。お前はチャーハンパラパラしてる、お前はチャーハン美味しすぎるぜ、お前はラーメンつるっといける、お前はラーメン風でも食うさ、お前は餃子ジューシーすぎるぜ、お前は餃子明日が気になる、お前はセットラーメンハンチャンセット炭水化物だらけカロリー気になる、俺はウーロン茶減量してるから
本当のところ全部食いたい。チャ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 ーハン、カカカカカ唐揚げ、ラララララーメン、ギョ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 ーザ、カモン、セイ、チャ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 ーハン、カモン、オーケー、カカカカカ唐揚げ、セイ、ラララララーメン、タタン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 メン、アイチャ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 ーハン、オーエーカカカカカラゲー、ラララララーメン、ギョギョギョンギョンギョーザ、ギョギョギョンギョンギョーザ、ギョ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 ン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 ギョーザ、チャ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 おい！おい！オーケー、チャイナスクエア。それでは最後に遠距離恋愛をテーマにしたエタニティという曲を聴いてください。そういえばこの曲、JR 東日本の CM に使われたらいいなと思ってます。歌になる前を駆け抜けて、今すぐ君に会いに行こう。吐き出した白い息もルカ後ろ置き去りにしたまま、時計の針は午前0時、階段を飛ばして行けばフライング気味のハートが宇宙へ飛んで行きそうだ。ふと見上げればこんな雪が舞い降りて、後ろ姿の君の髪に止まった。その時ベルが響く。振り返って抱きしめた神様、時間を止めて泣いてこぼれそうな幸せを感じていて、ずっとこのままで瞳を閉じて永遠にいさせて。ウンスが流れ始めて、別れの時を告げれば、また今度はいつ会えるのと繰り返す二人の距離。繋いだ手と手が汗ばんで、離れた時の寒さにわずかな時間の中で紡いだ愛が悲しい。ふと見上げれば月明かり降り注いで、潤んだ目に反射して、無情な待てのベルが響く。忘れないで抱きしめて神様、時間を止めて泣いてこぼれ落ちた涙をすくって、遅れもっとこのままで見つめ合って永遠にいさせて。
げて神様時間を止めて泣いてこぼれ落ちた涙を薄くって遅れもっとこのままで見つめ合って永遠にいさせて永遠にさせて後藤陽希でした。ありがとうございます。でもなんか数名しかいませんよ。もう全員体揺らしてましたよ。ありがとうございました。いやでもなんかすごいね、曲がバラバラというかオールジャンルですね。そう、それが多彩な、すごい。そうなんです。なんかね、作家性というか、だから多分シンガーソングライターとして謎がられるんですね。これ多分本来もうシンガーソングライターってほらテーマがこう、これまあまあそうね。だからレコード会社の人にもすごいそれを昔言われましたよ。もっと一本に絞らないと売りにくいよって言われて。あ、だからでもコンペ向きっていうかもう、ね、作家向き、ね、作家系シンガーソングライターって。なんかね、そのいい曲をただ作りたいだけっていうね。かっこいい。そう、それが一番のテーマだと思ってるんで、そんな感じでね。面白い。大沢君はちなみにテーマがあるんですよね。ん？大沢さんはテーマ何なんですか？大沢さんのテーマは。テーマ、なんだっけ。一応あの、カンペにはあのでもロックンローラー弾き語りって書いてある。そうですね。北海道出身。あ、そう。ドサンコロック的な。そうですね。そう。感じ。でもなんかいい、なんていうのかな、こう男の切なさみたいなのを持ってるね。あ、ね、いいこと言われた。すごいこう、寂しくなって。そう、あのね、切ない系で押していきたいなと思ってるんですよね。どっちかというと。いいなんか男の寂しさを、哀愁を。そうですね、哀愁。曲がすごくまとってる気がしますよ、聴いてて。そう、明るい曲どんだけ書こうとしてもね、なんか憂いを帯びちゃうみたいな。それはでも、そういうのね、羨ましいですね。あ、そうなんですか。俺そういうのでも確かに、ちょっと、なるほど、陰と陽みたいな系統は違いがあるかもしれないですね。ま、そのね、切ないことをまとおうとしてもね、まとえなくなるっていう、ね、そう筋肉ばっかりまとって、筋肉ばかりがそういうね。妙に僕、筋肉つかないですよね。あれ、そろそろ橋爪さんが歌う感じなんですかね。あ、これ違う、これじゃねえや。まだ、もうちょっと、ね、どうだ。MC がいないときってなんか困るね。俺こういうの慣れてないから。今3人でものすごい盛り上がってたから知らないなと思って。ちょっとギター入れてみて。はい。あ、入った。機材トークしたい。お客さんが分かんなくなっちゃう。そうそう。ギター。今直結。はい。あ、そうね。さっきあのマッチョ氏に弾いていただいて、やっぱ上手い人に弾いてもらうとギターが良くなったような気がしますね。ねえ、同じギターかと。ではでは最後になりました、本日、3月24日で MC 務めるの最後になりまして、歌うのも最後になります。ありがとうございました、本当に皆様。はい、ちょっと実はこの最後まで今は猫という曲が代表曲っぽくなってるんですけど、歌わなかったんですけども、今日もじゃあ歌わずに終わりたいと思います。最後の曲、ちょっとセックスレスのお話でございます。彼女の思い込み。君に触れるのは愚かで純粋な僕の欲望だ。このキスに意味はない。ゆっくり髪を撫でるのも意味はI'm not afraid to die.
感じるのはもっととても簡単なのにね。何か皆様告知の方法ありましたら、じゃあ後藤さんからスピップなど書いておりますか？なんかライブが結構あるんで。ああすごい。書きました。映画のですね、キッズゼロってアクション映画がジャパンアクションアワードの、監督賞とかね3つぐらい受賞したんですね。でこれを音楽僕作ってまして、すごい。でそのパーティーが、受賞記念パーティーが行われます。場所がわからないです、まだ4月29日水曜日時間もわからないです、ね、来月だから。ただそういうのが行われるよと、でそこに僕が出て歌うよということです、はい、せっかくなんで、まあ、全部インストのね、映画劇中の曲なんで歌物は作らなかったんですけど、そのインストを歌物に無理やり変えた曲を1曲歌おうかなと思ってるんで、ちょっとよかったら見に来てください。あと5月3日、恵比寿天窓スイッチで、そのパーティーっていうのは一般の人も入れるんですか？入れます、入れます。普通に見に来れますので、よかったら見に来てください。であと3日、日曜日、恵比寿天窓スイッチでイベントライブに出ます。あと5月31日、日曜日、四谷天窓、これもイベントライブに出ます。6月6日、情報すげえざっくりやる。マッキーというミュージアムのイベントに呼ばれています。場所が分からないです。で大体僕の告知いつもこんな感じでですね、ライブの時にまず僕告知をしたことはないですよね、今まで。はい、で大体のことはこの僕のブログをですね、検索していただくと、載ってますんで、あんまり更新してませんが、よかったら見てみてください。でも要チェックや。はい、ライブたくさんです、久しぶりに。お願いします。チャーハンはもうやらないですよ。チャーハンここでしかやらないパーティーでやったらいいですね。チャーハンだってもう混じりたかったですよ。演奏の方にね、混ざりたいね、愛曲はね。はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。じゃあ大沢くん。はい、僕は、今日は弾き語りで大沢亮太なんですけれど、ちょっと上に、そうそうそう、ごめんなさい、おかんと息子みたいな。大沢亮太&ナメトリアスでバンド編成でライブが今3つ決まってます。来月の7日の火曜日と15日の水曜日、5月12日の火曜日、渋谷、下北、東京、都内で、基本的に活動しています。 Twitter 始めたばっかりなんでぜひやり方教えてください。そう、僕もブログがあります。今日も大沢亮太旅の途中という、タイトルの、でも何ですかね、大沢亮太で検索してもらえればブログとかサイトもウェブサイトもあります。はい、このチラシ作ったのは
あれ、あ、いや、ただし自分で作った気がし、あれなんてね。あのこれ 私が作ったの。どうもありがとうございました。橋爪さんが作ったチラシです。急ぎで作らせていただきました。すみません、どうもありがとうございます。Facebook もやってます。もしよかったら、あ、 YouTube にもさっきのアルゴモの歌のスカーフも見れるので、いろいろ予約付きの。そうですね、1月に、ももさんとやらさせていただきました、スリーマンライブの動画もありまして、そちらでは僕が作った曲を、ももさんに歌ってもらうというか、まあ、共演できした曲もありますので、いろいろ動画もあります。ぜひよろしくお願いします、今後とも。はい、ありがとうございます。スミオックスの告知は一緒でいいので、いいよ、はあ、なんとじゃあ一応今日最後の MC なので私の告知もさせてくださいませ。今月のライブなんですけれども1本ありまして、3月の29日割と急に決まったんですけども、こちら、私が、そうですね、もう結構12月ぐらいから出演させていただいているあのドコモのコンテンツ番組ミュージックニュットという番組の主催するライブでして、ニュットナイトというライブです。かなり悪の強い女性シンガーソングライターの方々が出て、ゲストに結構ちょっとインディーズで有名な方なんかもお呼びする予定ですので、お時間があればぜひぜひこちらのライブ、なんとなんとサポートにピアノを入れる予定です。なのでちょっとお時間の方、出演時間は30分とかそんなたっぷりはないんですけれども、2000円でちょっとお安いので来ていただけたら大変嬉しいございます。そしてそしてこの先はざっくりと4月にもライブがこんな感じで決まっていて、29日なんかはね、このチャイナスクエアでやります。あのキノちゃんっていうアーティストのレコ発ライブになんか対バンした日に、その日にももちゃん出てっていうのでお誘いを受けて OK、 その場で OK しました。ということで、もしよければお願いします。ニュットの方もご覧いただければと思います。最近はちょっと衣装制作もしてて、今日のワンピースも作ったものなんですけども、はい、そうなんです。ちょっとスターマリーというアイドルさんのデザインからプロデュース今しております。であとはベルハートなんかも作っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。でそのままちょっとエンディングトーク進めていきたいと思います。先ほどお知らせしたプレゼントの抽選を早速行いたいと思います。こちらの抽選、1名様なんですけれども、当たるプレゼントを抽選で引いていただく方をご指名したいんですけども、マッチョ氏いいですか？マッチョ氏の、いやいや、もう大丈夫ですか？異論はなくて大丈夫ですよ。本当ですか？もう最終回ですよ。ただあの腕が入るのかどうかっていう。そうですね。あとあの勢い余って破かないように。取っちゃうみたいな。一枚取れば。一枚。はい。本当僕で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ、あ、もう油もっと壊れた。壊した。壊した。壊した。さすが。これでいいかな。抑えきれない感じ。ありがとうございます。あの読んでいただいてぜひ。では。これ読まれた人マッチョになりますからね。萌えちゃん。萌えちゃん、やった、ムッキムキ、ありがとうございます。おめでとうございます。すごいな、引きが強いな。さすがです。すごい、なんとあの会場にいらっしゃってるお客様に当たりました。おめでとうございます。素晴らしい、よかった、一発進みます。あ、筋肉の引きがすごいすごい。ではでは、この勢いで今日コメントをしていただいたり見ていただいた方をあの順々に紹介していきたいと思います。こちら皆さんちょっと名前がブワーって書いてあったので適当に取って、もう勢いよくみんなで読んでください。はい、よく読み上げて視聴してくださった方々にありがとうございましたという形で読んでいただければ。馬吉さん、ありがとうございました。ありがとうございます。トレヘビアさん、ありがとうございます。セプテ…セ…セ…セ…なんだこれ。セプター2002の使い手さん、オッケー。あ、後藤冬樹さん、ありがとうございます。ヒロさん、本人ばかり、大沢亮太さん、ありがとうございます。ダーナさん、ありがとうございます。藤丸さん、ありがとうございます。めっちゃコメントくれてる人だ。バッタさん、佐藤さん、佐藤さん、ありがとうございます。博士太郎氏、ありがとうございます。これすげえ、なんか俺で、かぼちゃさん、もう、いく、スレイヤさん、ありがとうございます。フェミアック氏、ありがとうございます。止まった。ヒデリーノ氏、ありがとうございます。そして、あ、最後に宿の橋爪桃氏、ありがとうございます。読み上げました。いやいやいや、なんかかっこいい名前の人がいたな。セプター2002の使い手さんみたいな。すごいね、なんか何使うんだろう、憲法かなんかなのかな。そして今読んだ視聴者様に、皆さんにちょっとずつメッセージなんかありましたか？そうですね、
多分初めましての方は僕はほとんどだと思うんでね。そうですよね。こんなやつですが、また何かの機会にライブとか来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。で、なんかなんとなく期待したんだけど、最後まで脱がないですよね。しかも脱ぐのはね、ちょっとね、引くと思うんだよね。ムキムキすぎて。うん、ちょっと引くと思うんだよね、マジでね。それは放送以降になって、放送終了後でお願いします。はい。あなんでやねん。なんか地味にマチョな人で、ちょっとナルシストが入ってるイメージがあるのでね。好んで脱ぐかと思ったんですけど。脱がないですね。なるほど。ありがとうございます。脱がないタイプ。大沢くん。ありがとうございました。今日は弾き語りでやったんですけれど、さっき告知したライブはバンドでやってます。ガツンとロックでライブやっていくんで、ぜひこれからよかったらよろしくお願いします。うん。うん、なんか末子属性特有のなんかお世話してあげたくなる感じ、女性どうですか？人気出ると思うんです。そしてなんですけど、私からも一言、本当に3ヶ月ありがとうございました。3ヶ月と言いつつ、3週間、3回 MC やらせていただいたんですけども、なかなかやっと3週目にして、ちょっとパルフェジアの進行が分かったレベルで、本当に申し訳ないんですけれども、はい、なんかお世話に本当になりました。ありがとうございました。見てくださった方もありがとうございます。そして次。なんと、ありがとうございます。いただきました。ボディショップ豚臭い体笑えということでありがとうございます。はい、どうも。確かにね、はい、特に最近脇がちょっと匂うような気がする。はい、では来週からまたゲストじゃないですね、 MC がガラッと変わりまして、次からですね、4月から6月は第1週火曜日は滝沢さとみさん、2週目ミュージコさん、3週目ひろみんさんで、4週目がパナエさん。パナエさん今度対バンします。パナエさんですね、来月からもよろしくお願いいたします。来週がお披露目、はい、来週がこの4人のお披露目会ということで、私もやりました。そうですね、MC が勢ぞろいしてやる会でございます。で、次がもう終わりの P ポーズなんですけども、ちょっと時間があるので、一問一答続きやってもよろしいでしょうか。結構ライトな質問が残ってるので、いいですか？フリップ残ってます？あれ、まだ書くやつ。はい、ちょっとまだ10分ほどあるので、簡単な質問を。巻くよ、もっと落ち着いて喋った方がいいと思います。でも、押すよりいいんでない？あれ、ダメダメ。そうかそうか、まあ押すよりいいんでない？はい、ということで、押すのがデフォルトだから本当にデフォルトダメだよ。ダメだよ、私が言うのもなんだけど、いつも教えるから。いやいや、ということで今日ゲストが全員男性ということで、ちょっと女性関係の質問なんかしてみたいと思います。ちょっと気楽に答えてください。ででん、女性がするとちょっと嫌な行動とか言葉、なんかこれはマナー的にとか、あとは女性のこう理想像的にしてほしくないなとか、見たくないなって思う行為ですね。そうですね、この見てる方に女性がいたりとか、この会場とか MC も含めて反省しますので、まあ、ネガティブ一問一答なのでね、マイナス一問一答ということで、こういう質問をさせていただきました。どうでしょう。難しいです。女性がちょっと嫌な方だね。そうですね。意外に筆が全く止まらなかった。マッチョ氏も止まっている。なんかこれだけでもしてやったり感が。やったぜ、困らせてやったぜ。そういうこと言うんですけど、なんか今まで筆が結構進まなかったフミロック氏がもうささささっと書きました。何かあったんでしょうね、実話でしょうか。複数あるんですって。思いつきましたけど、これ複数思いついた中でこれが一番でしょうか。いや、一番というか、まあとりあえず、しかもこれ結構具体的ですね。そうですね。個人に入ってないですか？ね、大丈夫。名指しされたらその女性泣いちゃうよ、過去とはいえ。男らしいな。末っ子。はい。せーの。デレンなしということでね。レジでお金を投げる、そんな女性いたの？トイレットペーパーを買えない、これかなり具体的なんですけど、とりあえずちょっとなしということで、かなりダンディーですね。いやね、本当に考えたら全然思いつかないですよね。特に嫌な思いをした記憶もないです。で、逆に言えば品のいい女性とばかりお会いしてるってことですよ。それはそうかもしれないですね。この二人の見てみなさいよ、お金投げる女性いたんですか？そんな人います？投げるって何？それは男性でもだって嫌でしょうね、それは。
か。そうです。あ、酔ってたり。そうか、投げちゃう人。こう、払うときに。そうです。あまり放るような感じもよく、よろしくないと思います。あの、あれですね。上投げじゃなくて下投げですね。よかった。でも女性、あの結局、ブーム、カバンとか、あ、ごめん、なんでもない、あの手首とかに、手首じゃないや、こうカバンとか持ちながらの方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、そうです、逆に好きな行為があって、はい、こうあのあコイン取いいよ、はい、次の質問がそれだったの次の質問じゃあ、行って、コイントス、何巻いてるんですか お金置くときにこう1枚1個ずつ置く、はい、あの仕草は素晴らしいと思いますね。それを待つ方もきつい。まあそうなんですけど、めっちゃ並んでたら辛い。そうですね。真顔。そんなに論破されるんですか。もうちょっと一生って言っちゃう。だからと言って投げてもいけないじゃないですか。それよっぽど可愛いとか、よっぽどないと待てない。いや、あのまあ何ですか。384円のお会計だったら、404円を丁寧に1枚はあ、変わったお客さんいますね。ああ、そうですか。あ、まあ、あの気が長いというか、温厚だっていうことでまとめましょう。そうですね、フミロックし、トイレットペーパーを買えない。これも実生活じゃないですか。ちっちゃいって言われるんですよね、あのこの話してると。これを言うと多分だから僕はちっちゃいんだと思いますきっと。トイレットペーパーを買ったら、だから結局こうトイレットペーパーがなくなる時に誰が買えるのって話じゃないですか。でそれはまあ、その俺が一番嫌なのはカラカラってなってるの買えないのは、まだこれぐらい残った状態であえて残しておいて去っていくのが許せないんですよ。あ、これってこの長さのトイレットペーパーがここまでもう絶対にバッてなくしちゃって変えちゃえばいいのに、変えたくないがゆえに、まあ、ここ10センチぐらいを残しておいてあえてフィニッシュみたいな、これで拭くの俺はみたいな。これシングルペーパーだと思う。何もカードできない。こういうね、あの水道の蛇口をギュッと閉めてくれないとか、そういうところの細かいところの部分。そうなるほど。そういうことですね。血液型は僕は B 型なんですよね。そうなんですよね。使い切ってるならまだしも、なんかその10センチ残すっていうメッセージが嫌ですね。それは確かに。その感じは嫌だ。浅ましさが出てくるね。浅ましさ。感じがある。そういう人とはまあその感じで作り終えた。俺はちっちゃいんだと思う。いやそんなことないですよ。生活にやっぱ出ますからね。どうしよう、あと2分なんですけれども。まあなんかエンディング。じゃあなんかこれはプラスな質問です最後に。皆さんフリップに書かなくても一言言っていただければと思います。女性にされて嬉しいアプローチ、あるいは女性がしてると可愛いなって思う逆のパターンですね。なるほど、はい、逆にこれはポンポン出てきたんじゃないですか。いやもうありすぎてわかんねえ逆に。あ、なんかここだけ切り取るとなんか遊び人みたいな感じですね。いやー、はい、なんでしょうね、これだっていう、なんだろう、一番を決めるのが難しい。皆さんが出ないようだったら私が一言でまとめます。女性はみんな可愛いぜ。いるだけで眼福だぜ、本当にありがとう。生まれてきてくれてありがとう。まとめちまったぜ。そうですね。あ、そっか、あと3分あった。そう、俺あったんだよ、うん、行ってください、ぜひぜひ。あの昔ファミレスでバイトしてたんですけど、うんうん、どうしよう、あのファミレスってこういうピッピッピッって注文するじゃないですか、うん、で従業員もピッピッピッで自分らでやる感じだったんですよ。で、そこで飯食おうと思って、あれ、あの食いたいやつどこにあるのって言ったら、その全然好きじゃなかった女の子が、これが俺だとしてくださいね、で、これがこうじゃないですか、で、分かんないじゃないですか、で、俺がこう来て、女の子ですよ、こう来て、これはね、こうすんのよって言って、なんか知らないけど、こんな感じで押されたんですよ、手を、分かりますね、これで全然好きじゃなかったのに好きになっちゃいました。ことがありましたね。これは本当に不思議な体験でしたね。これは女性がうんぬんじゃなくて男性がちょろいっていう話ですね。そうですね。これで、でもそれは一発で全然好きじゃなかったんですよ。本当にその方が好きになっちゃいましたね。っていうことがありました。
人間の心理学で先に好きって言っとくと相手も好きを返してくれるっていう法則があります。それと一緒で接触を試みるとやっぱり心が近くなるらしいですね。そうですね。逆に来やすいボディタッチはちょっとあれですね、危険ですね。いやそうとか言いつつ多分みんな本当キュンキュンするんだと思います。はい、そうですね。はいですね。じゃあ今日ちょっと帰り際にみんなのことをさっきベタベタ触ってくれ。はい。どうでしょう。こんな感じであと1分になりましたので、じゃあ皆さんで、番組に決まったポーズがあります。 T ポーズというんですけれども、あ、告知番組コミュニティ、あ、そうだ、クラブパルフェジオの、本当ですね、押しましたね、クラブパルフェジオの告知をさせてください。毎週火曜日夜8時から西武新宿線の伊予木駅南口徒歩すぐの中華屋さんでチャイナスクエアにて配信しております。観覧は無料でワンドリンク500円がかかります。で、火曜日の夜の皆さん楽しい夜を過ごしましょうということで、あとあれですね、パソコンでご覧の方、いいねボタンをやツイッターを押していただけると助かります。多分ね、自分の右斜め下にこの辺にあると思います。で、あと左、右斜め上と左斜め下、チャンネル登録もお願いします。ハンお願いしますということで、お願いします。モモさん可愛いって。あ、ありがとう。 あんまりリアクション取れないよ。ポーズ取る。はい、ポーズなんですけど、 P ポーズと言いましてですね、可愛いポーズです。右手が棒です、はい、右手こっちだった。右手がこっちです。で、左手が、輪っかで上の方に当てて P という文字を作ってください。で、私が、クラ今週もありがとうございました。来週もって言ったらですね、クラブパルフェジアって言ってください。OK ですか？こうですよね。はい、こうです。そう、はい、合ってます。合ってます。じゃあいきますよ。今週もありがとうございました。来週もクラブパルフェジア。どうもありがとうございました。あれ、忘れてる。映ってますかこれ。ウェーイ、みんなありがとう。タバコ吸ってないけど息切れする。終わり。はい。なのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔、ハンドメイドしてくれ。クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう。